いつもありがとうございます。デザイン部の大谷です。今日は参加賞でもいろいろご協力をいただきましてありがとうございます。皆さんの手元に可愛いバッグとかが届いているかと思うのでお使いください。そして1名様に今日はタオルの入っている瓶ナイフとかも後で使っていただきます。それと折りたたみの犬のマークが入っている傘を取りされております。犬種ごとに1番を決めてまいりまして、最後に3頭だけ、10犬種並びますが、3頭だけ商品がございます。7頭、7位まで増えたそうです。ありがとうございます。 F さんの協力で商品が増えました。3から7になりましたんでね、皆さん拍手をどうぞお願いいたします。どうもありがとう。毎年審査員保坂さんでございます。はい、今日は特別審査員で、各犬種の1番を決めて、それで最後に7頭決めていただければということで、了解です。よろしくお願いいたします。そしてコーナー司会大谷さんです。はい、よお待ちしております。大谷さん、大谷さん、大谷さん、レッシャーこっちだよ。兄弟ですね。はい、はい、兄弟ですか。すごいですね、巨大集合ですね。そういうのもね、楽しみの一つですよね。お名前は、はい、あすけちゃんのいくつですか。そうです、みんな9ヶ月って言ってました。しずのすけちゃん、今日のアピールは、今日は一発芸、じゃあ見せていただきましょう。はい、はい、シュナちゃん迷子になっちゃいますからね、連れて帰ってきてあげてくださいよ、ちゃんと。はい、上手上手、うまいですね。素晴らしいです。ありがとうございます。どうですか、兄弟の中でね、ずば抜けた才能。唯一の芸ですからね。期待大ですよ。はい、ありがとうございます。可愛いだけが透明ですね。ぜひじゃあね、10歳いかがですか。10歳に見えないです。ええ、いいですね。はい、いい感じです。ありがとうございます。はい、続きまして。ヤケテツ。おお、今日のポイントは。夏先取りだそうですけどね、いかがですか。ちょっと保坂くんの心をくすぐりましたよ。なかちゃんいくつですか。1歳9ヶ月。今日のポイントは、ももクロの技術。ももクロ、ももクロ好きだそうです。ももクロ、すみません、ちょっとおじさんになっちゃう。私もおじさんのさんなんちょっと。そうですよ、すごいですね。この足にもバレーリーナになってきたそうですよ。 DJ ちゃんどうですか。いいですね。はい、はい。
なかなかね、コメントね、なんかでもすごいよくできてますよね。頭とか言われないんですね。こういうところはやっぱりエアベールテレビですよね。すごくね、嫌がらずに何でもやらされ放題。あと一個しかないよ。可愛いです。ありがとうございました。ジュニパーベリーと石原クイーンです。はい、クイーンちゃんとベリー、ジュニパーベリーちゃんは親子です。親子、いくつですか？6歳と3ヶ月です。6歳と3ヶ月の親子です。今日コーディネートしてきたんですか？合わせてきました。ちょっと歩いて見せてあげてください。はい、わかります。コーディネートされてるのがね、ジュニパーの頭についているスカートがね、お揃いということみたいですね。どうですか、ああいうのは。ね、可愛いですね。ああいうなんかぴったりのこうペアロックじゃなくてね、ちょっとね、アレンジしてる。なかなか、これあれですよね、お洋服入れないからただ頭にかぶせたっていう話ですよね。そういうのもありですね。こういうのもありなんですね。はい、ありがとうございました。続きまして、お名前は。はい、カイザーです。カイザーくん、おいくつですか？今日4歳になりました。今日誕生日。皆さん、今日誕生日だそうです。4歳のね、おめでとうございます。みんなでおまーす。すごいいいですね、みんなに会わされてね。はい、ハイができるそうです。では今日4歳の記念にハイをやってもらいましょう。どうぞお願いします。真ん中でみんな見えるようにね。4歳のいい記念になりますよ。かーちゃん頑張ってきて、頑張れ。マムちゃん呼んでる。すごいね、お誕生日いいですね。はい、緊張してるけどね、頑張れ、かいちゃん。待ってください、答えが見えなくなってるの。君と、斉藤モフィー君と小坂かおめさんと真鍋蘭さんと石原キングちゃんですね。はい、みんなおいくつですか？もうごちゃごちゃだけど、多分5、6歳ざっくり5、6歳ですね。今日は何か、今日はですね、全員でアップダウンをしてみようと思います。特に今日発売のジャタ限定発売の T シャツの宣伝になっておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあやってみて。難しいんですよね、この加藤引きって結構難しいんですよ。よし、ちょっと返事ができます。これちなみに他の言葉でもやりますよね。やりますよね。まあね、15歳ででも元気ですね、15歳で。なんか15歳なのにまだ元気満々ですね。キラキラしてますね。お、すごい、さすがリーダーですね。発達で可愛い。お、早い早い。もうボーダー、子供の冒険で元気だといいですね。はい、ありがとうございました。ボーダーの可愛さ満載ですね、本当にね。すごい。大丈夫ですか？はい、じゃあ通訳さんお願いします。はい、お名前は。ジャックちゃん、おいくつですか？2歳と1歳まで分かるよね。オーストラリアから来ました。すごい、アメリカからとオーストラリアから今日来てくれたそうですね。今日ってわけではない、今日？おー、今年来たんですね。わあ、すごい。何か今日は2頭で同じように歩けます。2頭で一緒に歩いてくれるそうです。じゃあ、はい、アメリカでやる競技ですね。素晴らしいです。これもね、簡単に見るけど結構難しいんですよね。座頭買いしてらっしゃる方もいらっしゃるので、これも大変さがあったと思うんですけど、
そういうね、本当に練習も楽しいですよね、それはね。はい、そうだと思います。はい、ありがとうございました。では、これ難しいですね。難しいね。まあ、でもね、ネコちゃんかな。ネコちゃんに決まりました。おめでとうございます。15歳でもまだまだね、頑張ってますからね。ネコちゃんのちょっとまたね、よろしくお願いします。ちょっと休んで。ございます。こんにちは。名前はりんご8歳です。りんごちゃん8歳です。本当に8歳とかね、どんどんこれが年が上にいってるわけですよね。全然わかんないですよね、本当にね。みんな生き生きした顔してるね。8歳ぐらいだとまだ全然若いですね。はい、本当長老がいますね。はい、最後長老ですよ。この中で一番偉いのは僕ですよ。男の子ですか？パンダと言いまして15歳です。女の子、男の子15歳？すごいですね。まだ全然元気ですね。どうですか、ひさかくん。たまらないでしょ、この老犬の可愛さね。元気元気。いかがですか、感想王者。行きましょう、行きましょう。チビとも行かない。すいません。活動的でいいですね。というわけでですね、この中から一番を決めたいんですけれども、難しい。難しいですね。ペンタに決まりました。おめでとうございます。ではね、またまた出ていただきますので、ちょっとね、暑いのでおかげでちょっと沈んでてくださいね。可愛いアニメとありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ちょっと行ってみましょうね。
ってなんか期待できそうですね。あやちゃんこんにちは、おいくつですか？可愛らしいお顔してますね。今日は一発芸をちょっとだけ、はい、何やってくれますか？漫才だそうです。謎ですね。はい、お願いします。これすごいですね、なかなか意外にクリアだと難しいですね、骨格の硬いって立ってるのが。安定感がありましたね。9ドルとかでね、考えていきますけど、まさか君期待できそうですよ。お名前はゆずちゃん、おいくつですか？9歳。今日はなんかやってくれますね。ジャンプだそうです。じゃあ真ん中の方でどうぞ。さすがにジャンプ力がありますね。バネが違いますね。どうですか？さすがですね、ジャックらしい。釣りができるのいいですね、ジャック。細川くんちは何かできるんですか？うちはですね、食べることと寝ることですね。なるほど、一番大事なことですからね。お名前はローレンさん。エリーメイちゃんとラニーちゃん、どちらから今日は？ブリスベン、オーストラリア。今日は何やってくれますか？先ほどのブレイスで2頭でシンクロして動きます。ブレイスのシンクロです。なかなかね、皆さんブレイス日本で見れないので。全くの兄弟なので動きも全く同じにできます。これはね、なかなか見れないので皆さん本当に見た方がいいですよ。今日ね、オーストラリアのブリスベンからね、来てくださって、すごい、全く同じ動きでやったんですね、兄弟で。かわいい。あ、本当だ、すごい、動きのスピードも全部一緒。どうですか？少し僕ね、乗馬でこういうのやるんですけど、なかなか難しいですね。このベスト衣装とか、はい、あるぐらい人気の競技で、ぜひ来年はタリア店でもね、こういうのやってほしいですね。お動画してらっしゃる方がいらっしゃるね、これ素敵なものを見せていただいてありがとうございました。ということで、佐藤君、4匹ですね、なんちゃんの決定していただきたいんですが、意外にできそうでできないのは兄弟に。はい、ありがとうございます。もうね、素晴らしいもの見せていただいたのでね、また後ほどもう一度やっていただきたいと思います。続きまして、ウルシュリアにはですね、ワクチンの人はウルシュリアにはですね、ウルシュの皆さんの文句も入り口の方でお集まりくださいね。はい、ノンファクテリアの皆さん、文句の中にお入りください。はい、お願いしますよ。すごいたくさんいるので、ちょっとお時間が本当に落ちてくれたので、ちょっと早めに行きますね。お名前はアサリちゃん。で、チュー。ありがとうございました。ちょっと何歳ですか？1歳7ヶ月です。1歳7ヶ月、かわいいですね。ムーフォーク好きとしてはチュー。お名前は小魚くんです。小魚くん。今日は何歳ですか？4ヶ月です。4ヶ月。デビューが初めてです。で、今日デビューです。小魚くんって頭に魚がついているんですね、嫌がらずにね。今日はこれがポイントですか？可愛いですね。はい、水平さんみたいな。もうね、赤ちゃんというだけでも本当にね、たまらないですね。ありがとうございます。おとなしくていい子ですね。はい、続きまして、お名前はフローラ。フローラちゃん、フーちゃん、おいくつですか？7歳。7歳、今日は？今日は
あの、ポイントは普通の手しかできません。はい、お座り。はい、じゃあお座りやってみましょう。おとなしいですね、でもね。ありがとうございました。でも人もいるね、すぐやって偉いですね。お名前は飯塚トフィーです。トフィーちゃん、今日はいくつですか？1歳6ヶ月。1歳6ヶ月、今日は何をやってくれますか？じゃあ、ゲイだそうです。ゲイ。ナイスキャッチ、タッチとパクよね、すごい大成功、一発で大成功でした。うまい、上手、ありがとうございます。お名前はジョジョです。ジョジョちゃん、いくつですか？5歳です。5歳、今日はじゃあお座りお手です。ジョジョちゃんもお座りお手です。はい、ジョジョちゃんお座りお手です。おお、お手、おかわり、不正、お手、すごい、偉い、偉い。本当、偉いですね、みんなね。本当にそんなにとね、みんなちゃんと芸を見せてくれます。お名前は？ももです。ももちゃん、今日は？今日は？いや、いくつですか？1歳6ヶ月くらい。今日のポイントは？ももです。そのままですね。はい。ありがとうございました。よかったら、ももちゃんね、みんなに見せてあげてくださいね。かわいい。ももちゃんが桃になってますからね。よくみんな見てあげてくださいね。お名前は？レオ。レオちゃん、おいくつですか？4ヶ月。レオ。結構ね、ノーフォークちゃんの赤ちゃんはね、おじさん心をくすぐると言われてますからね。もう保坂くんすっかりくすぐられちゃってますね。はい、何かできます？ですよね、かわいいね、盛りですからね。はい、保坂くんいきますよ。ありがとうございました。もうね、抱っこして話せなくなっちゃいますからね。次いきますよ。はい、こんにちは。お名前は？ジョイくんです。ジョイくん、おいくつですか？3ヶ月。ジョイくんも3ヶ月。今日何か？おとなしいです、とっても。タモの節句なので、カツラを作って金太郎の腹端午の節句なので、カツラと腹巻き、健太郎の腹巻きと、ちゃんと鯉のぼりもね、とってもよく似合ってるんですか？おとなしいですね、でも。やってもない感じがいいですね。まだ歩けない。あー、かわいいです。ありがとうございます。はい、続いてます。お名前は？ソフィーちゃん。で、ガイム。ソフィーちゃんとガイム君、結婚して、ジョイ君。お父さん、お母さん、娘ちゃん、息子ちゃん、そうで、単語の節句ですかね、娘ちゃん。あ、おじさん、今日はファミリーで。ありがとうございます。お父さんも、じゃあ今日は単語の節句なので。はい。あ、お母さんは結婚したので、ウェディングドレスで。そうです。手作りですか？すごい、全部手作りで。ないので、紋付きで。すごいですね。よく似合ってます。お名前、あれ、じゃあお父さん、あ、そっか。おじさん？おじさん、おじさん、お名前は？タムです。タムちゃん、タムちゃんおいくつですか？おじさん、今日は何か？芸達者？あ、じゃあ、はい、芸達者ということで、タムちゃん見せてください。どうぞ、真ん中の方で。はい、芸達者のタムちゃん見せてくれますよ。どうですか？
ああ、ほんと結構ね、デブなんですよ。おしめのばっかり食べて。そうもないんですけどね、何食べても太るとかわいそうなんですけど、一緒に鍛えた方がいいかもしれないですね。はい、ということで選んでいただきましょう。難しいね。おもちゃキャッチだそうです。はい、じゃあ次に行きましょう。ありがとうございました。お名前は宮島フレンドです。フレンドちゃん、おいくつですか？2歳と7ヶ月です。今日はお祭りの保育施設と、あの江戸のお手の。おー、いいですね、ビジョンがあって。結構こういうのマルシさんに似合いますよ。似合いますね、形がね、マッチョボディなんで。全然どうだ。江戸一ですけど、江戸一さんですよ。商品ね、自分ね、可愛い商品着せてきてくださいました。本当に似合いますね。ありがとうございます。ほっかむりとかすごい似合います。嫌がらないですね、意外とね。はい、ありがとうございます。続きまして、なんだか期待ができそうですよ。はい、お名前は？やかべフィードです。フィードちゃん、おいくつですか？今月で5歳になります。今月で5歳。今日は何をやってくださってますかね？白馬の騎士を乗せた白馬です。白馬の騎士を乗せた白馬。白馬ね、はい、背中に騎士が乗ってるんですね。皆さん見えますかね？ちゃんとすごい、お馬さん、すごいすごい、ちゃんと馬になってますね。すごいですよ、ちゃんとね、白馬の騎士を背中に乗せた白馬。アピールポイントは、馬が姫よりちっちゃくならないように遠近法で、あの、掛け割りを作りました。なるほど。どういう風に見たらいいんですかね、これは。これが正解だと思う。あー、なるほどなるほど、これが正解ですね。姫が手前で大きく、後ろにこう白馬さんが、白馬の騎士とね、お馬さんがいて、後ろにお城があると。はい、頑張りましたね。はい、結構時間かかりましたよね。父が仕事から帰ってきて、徹夜で昨日父が作りました。お疲れ様でした、お父さん。ありがとうございました。お父さん大変ですね。はい、ごめんなさい。よし、これはなんか道具ですね。はい、お名前は？なめちゃん1歳。なんかここに道具がありますが。はい、スケートボードに乗ります。すごい、見せていただきましょう。早速なめちゃんスケボーに乗るそうですよ。すごい、ユニオンジャックのかっこいいスケボーがあります。はい、なめちゃん。ちょっと場所変えますかね。なめちゃん頑張って。乗っけちゃえ。よっ、イエーイ。それで押します。ごめんなさい、進むのかと思ってしまいました。そっか、普段は進むんですね。ありがとうございました。はい、バランスボールに乗ってください。はい、ワンちゃん、バランスボールの衣装です。結構いい運動になりますよね、ワンちゃんもね。人間も結構いいですよね、バランス。人間もいいですね、人間もいいですね。人間より飽きちゃったんでしょうね、人間の方がね。きっとママがやらないのがウェルシャン用になったと思う。おー、すごいすごい。結構ね、本当にワンちゃんにバランスボールね、あの筋肉とかいいので、皆さんお家にもしあったらね、トライしてみてもらいたいと思います。お名前は？はい、サ
札幌から来ました高橋ジェードです。ありがとうございます。札幌から来ていただきましたジェードちゃん、おいくつですか？7歳です。今日は何をやってください？電話ないけど札幌から来たなんて偉いですよね。それがもうね、本当にね、ありがとう。あ、おそろい風で今日は札幌から来てくださいました。ありがとうございます。保坂くん、ちょっと札幌から結構ね、保坂くんにベタベタしてます。暑くてかわいそうですね。涼しいところからゴールデンウィーク前半札幌に来てたんで、本当さ、ちょっとね、もうちょっとじゃあ体気をつけてね、ちょっと暑いのでよく冷やしてあげてくださいね。ありがとうございます。お名前はシャスタです。シャスタちゃん、今日は初節句のつもりです。いくつですか？7歳です。あ、6歳でした、はい、初節句ということでね、背中こういうのぼりになってます。はい、そうです。本当だ、ピンクと水色の色違いのお袋手作りで、そうです、やられませんね、全然ね、関係ないのでよく似合ってます。みんなにね、よく見せてあげてくださいね。はい、ありがとうございました。どうです？可愛いですね、よかったですね。はい、あ、なんかちょっとなんか嫌がってる。お名前はペッパーです。おいくつですか？9歳と5ヶ月です。今日は何ですか？今日のあのポイントは、今日のポイントは嫌がってるマスク。タヌキです。本当にタヌキちゃんみたいになりますね。ノーホークちゃん、はい、1ゲームできました。はい、じゃあちょっと前でやっていただきましょう。どうやって楽しくついてるんですか？いいですね、上手でした。ありがとうございました。これね、便利ですね。自分で乗ってくれるとね。ありがとうございます。上手でしたね。裸で勝負。眉毛で勝負。眉毛勝負です。白髪？おいくつですか？来月で9歳。若々しいですね、でもね。背景をちょっと、はい。すごい、ちゃんと眉毛だけが、砂のように白くなるんですね。はい。はい、ありがとうございました、ルーク上手。あ、ジャンプも。ここからホックステリアちゃんですよ。お名前は？アミーゴです。アミーゴちゃんはいくつですか？11歳です。今日は何をやってくださいますか？ただのお座りと伏せとお手。はい、お座りと伏せとお手です。見せていただきましょう。おお、上手ですね。おお、赤だから博多から来ていただきましたか？あ、今日は北海道からと南は博多から、すごいですね。すごいですね。はい、お車でですか？新幹線で。ありがとうございました。ありがとう。はい、お名前は？ルークです。ルークちゃん2歳。今日は何をやってくれる？やられたバンかな、ヤン、バンかな、やられた。やられた。上手でした。本当にもうね、一発芸にはこれね、教えたいところですよね。本当に上手でした。ありがとうございます。これね、できます？なかなかできないですよ、ね、一回ね。お腹出すって外でお腹出すね、怖いんで。はい、上手でした。何かかっこいいよ。お名前は？ダンテです。ダンテちゃん、おいくつですか？8歳です。今日はどんな風に？ぜひ一緒にからしゃがんで見てスパイダー、あ、じゃあバットマンなんです。正面で坂君よろしいですか？しゃがんで、皆さんなんか正面でしゃがんで見えました？バットマン。あー、なるほどなるほど。はい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 。これは手作りですか？頭のところだけ
すごい。でも本当よくできてもバットマンのね、ちゃんと頭にね。これ言ったままですよ。はい。はい。ありがとうございました。どうもありがとうございます。うん。うん。危ない危ない。大丈夫かな？はい。はい。はい、すいません。大丈夫かな？ちょっとね、みんないるからね、興奮しちゃいますね。すいません、お名前は？ラルフとクロエです。ラルフとクロエちゃん、今日は、あ、おいくつですか？5歳です。あ、二人とも5歳ですか？兄弟？兄弟。いとこぐらいです。いとこぐらいです。はい、今日は何をやってくれますか？くるくるとちょうだい。はい、じゃあ真ん中の方で見せてください。くるくるとちょうだいをやってくれるそうです。はい、ありがとうございました。はい、続きましょう。なんとですけど、お名前はエリートモンド。エリートモンドちゃん、おいくつですか？2歳と10ヶ月。2歳と10ヶ月。今日は本当は何か、ね、本当だったらいつも通りケントがこっちのモンドのリードを引いてお散歩するんだけど、もう限界なんで今日何もできないと思って。もうね、疲れちゃったよね、今日はね。ね、うん、ね、十分だね。もう年中だけで可愛いからありがとうございました。はい、ありがとうございました。お名前は？ナイトくんです。ナイトくん、おいくつですか？10ヶ月です。おー、これからですね。今日は何をやってくれますか？今日は何もできないんですけど、可愛いだけだ。ひなたくん、よく可愛いでしょうのね。もう可愛いのが一番ポイントですからね。可愛いでしょうですからね。あ、未来の消毒ね、よく見といてあげてください。はい。はい、どうもありがとうございました。来ました。はい、シーリーハムテリアちゃんですね。お名前は？アビーです。アビーちゃん、おいくつですか？4歳になりました。4歳。今日は何をやってくれるんですか？大好きなボールキャッチを。大好きなボールキャッチをやってくれるそうです。では見せていただきましょう。真ん中の方でいっぱいにワンちゃんいるので気をつけてくださいね。みんな出たらね、ドキドキしちゃうね。あ、ちゃんとパパに持ってきますね。パパが投げたからね。はい、どうもありがとうございます。なかなかね、みんなの前でやるって難しいですよね。まだまだね、練習して来年も見せてください。はい、お名前は？ダイヤモンドじゃなくてサファイア。ダイヤモンドじゃなくてサファイアちゃんと名探偵コナンちゃん、おいくつですか？4ヶ月だそうですよ。今日はネズミキャッチです。本能ですからね、これね。4ヶ月なのにね。コナン。ありがとうございます。いいですか？もう決まりました？決まりました。はい。あ、最後に来ます。はい、1番ね。はい。じゃあ、この中から1番のお酒たちに選んでもらいたいと思います。もうね、心で決まったそうなので発表いたします。今日の可愛いでしょう。1番はジャックの兄弟。そうですね、ジャックちゃんの兄弟2人でね、可愛くウォーキングを見せてくださいました。コンバラチュエーション、おめでとうございます。はい、そして、はい、皆さんの商品の方も ありますので、はい、全員の方に皆さん、一番になった皆さんの商品の方がありますので、もう一度ね、歩いてくださってるので見てみてください。すごい可愛い。練習してもらおうかな。はい、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 ありがとうございました。はい、はい、こちらの方に。はい、テーブルの方。
2016年の東京北エリアグループクロアちゃん、さあベビーの ベビーキング、さあ決定は、はい、おめでとうございます。ウェルシュでございます。
さあ、そしてヨークシャさあ、この3頭でベストクイーン戦でございます。さあ、ピックアップはベストだけでございます。ベストクイーンの1頭で、さあ、セットアップを申しまして東京北テリア、さあ、ベビーのクイーン、はい、見事ベビーでございます。デザーク、はい、おめでとうございます。さあ、そしてさあ、2頭並びまして、オスかメスか、本日のベビーベスト決定は、はい、おめでとうございます。ベビーキングの方に考えていただきまして、おめでとうございました。さあ、今度はカピーのオス組でございます。さあ、この3頭で、本日のパピーキングが決定するわけでございますが、さあ、スタンディングよろしくお願いします。さあ、本日の、はい、東京北テリアはおめでとうスコティッシュでございます。おめでとうございます。リザーブにジャック、そしてケアンでございました。さあ、引き続きましてメスミにどうぞ入ってください。さあ、よろしければ、はい、じゃあ、どうぞ先頭からお入りください。はい、キャン、はい、ジャックラス、はい、ノフォーズ、ファイアフォーズ、ヨークシャーでございます。先生、先生、リュウコさん、ありがとうございました。ありがとうございました。電車です、歩いて歩いて駅まで行くの。大丈夫だよ、Thank you.
Thank you.